おはようございます。それでは定刻となりましたので第4回大都市制度協議会を開催いたします。まず定席数の確認ですが、本日は定数20名のうち20名の委員が出席されておりますので、協議会規則第6条第4項に基づく定席数に達し、会議が成立しておりますことをご報告を申し上げます。なお本日の協議会開催にあたり、今月2日に代表者会議を開催しておりますので、その協議内容について事務局からまずご報告お願いします。はい、おはようございます。それでは事務局の方から、去る2日に行われました代表者会議の結果をご報告させていただきます。まず本日の協議会の開催につきましては、特別区の設置に伴うコストと財政シミュレーションを協議項目とし、事務局説明とすることが確認されております。合わせて確定したものではございませんが、府市の議会日程や知事市長の日程を踏まえ、今後の協議に向けた当面の開催日程を候補日としてお示ししたところでございます。具体的な日程調整につきましては、本日の法定協議会終了後の代表者会議で行うことでご確認いただいております。また法定協議会における議論等を住民の皆さんに注視するため、当協議会の広報の取り組みとして新聞折り込みにより協議会だよりを発行することなどをご提示させていただいたところ、それで準備を進めていくことでご確認いただいております。なお発行回数につきましては、協議の進捗状況に応じて対応していく必要がございますので、ございますが、本年度内に3回、来年度に4回程度発行することを想定しております。広報内容につきましては、その都度各代表者を通じ、各委員に確認する形で考えておりますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。ありがとうございます。今後の協議会の運営については、ただいま事務局から報告のあった内容で進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは議事に入ります。本日は特別区の設置に伴うコストおよび財政シミュレーションについて説明をお聞きすることといたしておりますので、事務局よろしくお願いいたします。制度調整担当部長の大下でございます。本日は前回の協議会で後日対応としておりました特別区設置に伴うコストや財政シミュレーションについてご説明いたします。配布資料としてお手元に副首都大阪にふさわしい大都市制度特別区素案追加資料と財政シミュレーション括弧一般財源ベース、それから別冊区割案ごとの各特別区の収支を用意しております。それでは特別区設置に伴うコストからご説明いたします。資料副首都大阪にふさわしい大都市制度特別区素案追加資料、これを1枚めくっていただきまして、特別区設置に伴うコストをご覧ください。さらに1枚めくっていただきました目次の米印のところでございますけれども、コストの試算にあたりましては、その試算過程において一定の条件を設定して試算したものであり、特別区を設置する時期や今後の社会経済情勢の変動等により、実際のコストについては変動が生じる可能性がございます。それでは1ページをご覧ください。ここからコストの試算につきまして、基本的な考え方を3ページにわたって記載しております。特別区設置に伴うコストといたしましては、イニシャルコストとランニングコストに分けて整理しており、まず括弧1イニシャルコストにつきましては、システム改修、庁舎整備、その他の3点に分けて試算しています。1つ目のシステム改修経費は大きく2つの区分で試算しており、住民情報系基幹システムは必要な改修を行った上、一部事務組合の運用とし、その他194システムは現行の大阪市のシステムを改修して一部事務組合の運用、もしくは各特別区が共通利用することを基本として試算しています。2つ目の庁舎整備関係は、後ほどご説明いたします庁舎整備経費や職員の移転経費、特別区に一時保護所を設置するための一時保護所建設経費を試算しています。3つ目のその他経費は外区表示変更経費などを試算しています。次に括弧にランニングコストでございますが、システム運用経費はシステム改修経費の考え方に準じて試算を行い、
行政委員会運営経費に行政委員会運営費については金銀中各市6市の平均をもとに試算しています。また議員報酬等は議員定数等を現状のままと仮定し、特別区設置に伴うコストとしては計上しておりません。2ページをお開きください。庁舎整備経費に関する基本的な考え方は、各特別区における職員数に応じ必要な執務室を確保することとし、その際には既存の執務室は改修を行うことを前提としています。またコスト抑制の観点を重視し、既存の庁舎として利用している執務室、具体的には大阪市本庁舎や各区役所といった保有庁舎のほか、 ATC やアベノメディクス、アベノルシアスといった現在庁舎として賃借している主な民間ビルを引き続き活用することを前提としています。その上で執務室面積に不足が生じる特別区につきましては、特別区域内での民有地を買収して新庁舎を建設する1の建設案と、民間ビルを賃借する2の賃借案の2案についてそれぞれコストを試算しています。なお具体的な整備にあたりましては、新庁舎建設や民間ビルの賃借を柔軟に組み合わせて整備を図るものとし、新庁舎建設において大阪市保有地の活用ができる場合は積極的に活用を図るものと考えています。3ページをご覧ください。執務室面積の算定についてでございます。まず特別区職員は各特別区域内の既存の大阪市保有庁舎および ATC 等の賃借ビルへ配置するとともに、一部事務組合職員のうち約230名を現在の大阪市本庁舎に配置することとしています。また大阪府へ移管する職員のうち約590名を民間ビルに配置することとしています。次に職員1人当たりの必要執務室面積は、平成22年度地方裁同意等基準をもとに1人当たり20平米としています。その下、議会関係施設の必要面積は同じく平成22年度地方裁同意等基準をもとに議員1人当たり35平米としています。これらの前提をもとに試算した不足する執務室面積は、4区 A 案では約2万2000平米、4区 B 案では約3万1000平米、6区 C 案では約4万2000平米、6区 D 案では約5万1000平米となり、この不足する執務室面積分について、それぞれ庁舎を建設した場合と賃借した場合を試算しています。なお、今後の議論により、前提条件に変更が生じた場合は、試算数値も変動することとなります。4ページをお開きください。こちらは、試案 A から試案 D の試算結果の総括表でございます。上段の表は、試案ごとのイニシャルコストとランニングコスト、それぞれの合計額をお示ししております。数字に幅がございますのは、先ほどご説明いたしました執務室面積の不足分について、建設した場合と賃借した場合のそれぞれの試算でしているためでございます。イニシャルコストは、試算 A では賃借案で302億円、建設案で479億円となり、同様に試案 B では311億円から561億円、試案 C では346億円から686億円、試案 D では354億円から768億円と試算しております。次に、ランニングコストは、試案 A では建設案では39億円、賃借案では45億円となり、同様に試案 B では41億円から48億円、試案 C では52億円から60億円、試案 D では54億円から58億円と試算しております。その下の表は、イニシャルコストとランニングコスト、それぞれの内訳であり、各試案の具体的な積算内訳は、5ページから20ページにかけてお示ししております。試案 A から試案 D での各項目における積算方法や、建設案と賃借案での試算した場合の考え方につきましては、基本的に同じでございますため、積算内訳につきましては、試案 A を用いて説明いたします。5ページをご覧ください。
イニシャルコストはシステム改修経費、庁舎整備経費、移転経費、一時保護所建設経費と6ページのその他経費の5項目となっております。まず5ページのシステム改修経費につきましては、業者の見積もりなどをもとにして計182億円と試算しています。その下の庁舎整備経費は建設案と賃借案の2案について試算しています。建設案278億円と賃借案101億円の相違点は、左側の建設案は執務室面積が不足する第2区および第4区の新庁舎建設のための用地費など177億円を計上している点でございます。それ以外の区役所等保有庁舎改修経費や民間ビル賃借執務室改修経費、民間ビル賃借保証金につきましては、建設案、賃借案のどちらも同じ資産額となっております。また、この庁舎整備経費は、前回協議会でお示しした特別区訴案の組織体制案の制度設計をもとに、新たに執務室の確保が必要となる各特別区の対象職員を算出した上で、過去の庁舎建設や改修事例の単価などを参考に必要経費を試算しております。なお、賃借案の場合の不足する執務室面積に対応する民間ビル賃借料は毎年かかる経費であるため、7ページのランニングコストのところで計上しております。イニシャルコストにつきましては、これら以外にその下の5ページその下の職員の移転経費として 4.5 億円、新たに第2区に建設する児童相談所の一時保護所の建設経費として 5.4 億円、6ページの方でございますけれども、その他の経費として外区表示板の変更経費などで 8.7 億円と試算しています。次に7ページをご覧ください。ランニングコストとしてシステム運用経費、民間ビル賃借料、新庁舎維持管理等経費、各特別区に新たに必要となる経費の3項目を試算しています。システム運用経費は改修と同じく見積もりなどをもとに 32.2 億円と試算しています。またホームページの運用経費は区内自治体の平均経費などをもとに 0.2 億円と試算しています。次に民間ビル賃借料、新庁舎維持管理等経費は、左側の建設案で6億円、右側の賃借案では12億円と試算しています。賃借料は事務所賃借料の事例を参考に試算していますが、この中で先ほど説明いたしました第2区および第4区の不足する執務室面積への対応につきまして、民間ビル賃借料として右側の賃借案の場合は6億円計上しております。これに対して左側の建設案の場合は、新庁舎の建設に伴い現在民間ビルに入居している事務所の引き上げなどにより民間ビル賃借料が不要となるためマイナス4億円としている一方で、新庁舎の維持管理等経費として必要となる4億円を計上しています。最後に各特別区に新たに必要となる経費について、各種行政委員会の委員報酬費は近隣中核市6市の平均をもとに 0.5 億円と試算しています。8ページをお開きください。各特別区の執務室面積の充足状況を図で示したものでございます。各区の吹き出しの中の対象職員数は、先に素案でご説明した組織体制案をもとに積算した新たに執務室の確保が必要となる職員数でございます。また大阪市保有庁舎等執務面積は、それぞれの特別区域内における既存の大阪市の保有庁舎および ATC などの民間ビルにおいて賃借している執務室面積の合計でございます。その下の執務室必要面積は対象職員数をもとに積算したものでございます。試案 A の場合ですと、第2区および第4区におきまして、それぞれ執務室面積が不足している状況を表しております。9ページ以降20ページまでは試案 B から試案 D につきまして、試案 A と基本的に同じ考え方で積算をしております。また21ページ以降は参考資料といたしまして、システムと庁舎経費につきましてコスト試算にあたってのより詳細な積算根拠等をお示したものであり、説明の方は省略させていただきます。特別区設置に伴うコストについての説明は以上でございます。
制度企画担当部長の井上でございます。続きまして財政シミュレーションについてご説明いたします。資料財政シミュレーション括弧一般財源ベースをご覧ください。まず表紙をめくりいただきまして、上のページに、ございます資料の目的位置づけでございます。この資料は協議会において区割案を比較検討いただくための材料の一つとして、また特別区の財政運営が将来的に成り立つのか協議いただくための参考資料として福祉と推進局で推計したものでございます。推計にあたりましては大阪市の財政に関する将来推計の数値を制度設計案に基づいて特別区分、大阪府分に仕分けた後、これに未反映の改革効果額、組織体制の影響額および特別区設置に伴うコストの3つを加味したところです。お示ししました財政推計は現時点で把握できる数値をもとに一定の前提条件を置いた上で行った極めて荒い試算でございまして、今後の景気動向、地方財政制度の改正や予算編成等において変動する可能性もございますため、相当の幅を持って見ていただく必要があるということをご理解いただければと存じます。続きまして下のページ目次のところにこの資料の構成を記載させていただいております。なお各区割案におけます各特別区の収支につきましては別冊としてまとめておりますのでよろしくお願いします。それでは1ページをお開きください。財政シミュレーションの算定方式についてでございます。まず大阪市の財政に関する将来推計を各特別区分と大阪府分に分けます。その際事務分担案等の特別区素案の制度設計に基づきました案文や積み上げを行っております。そしてそのそれぞれにこの収支に未反映の改革効果額、組織体制の構築に伴う人件費の影響額、特別区設置に伴うコストを加味して特別区設置後の収支見通しを作成するといった流れでございます。また財政シミュレーションの期間は平成34年度を特別区設置の日と仮定した上で、現時点から20年後となります平成48年度までとしました。なお今回のシミュレーションの趣旨が区割案の比較材料の一つであることや特別区の財政運営が成り立つかの参考資料であることから、大阪府が作成しております荒い試算は試算の範囲外としております。2ページをご覧ください。財政シミュレーションの前提条件をここから4ページまで記載しております。まず2ページですが、財政シミュレーションの基礎となります大阪市の財政に関する将来推計は大阪市今後の財政収支概算、いわゆる荒い試算の平成29年2月版の数値を使用しております。また国の地方財政制度による歳入の影響につきましては、相当の幅を見込むこととして地方交付税の推計値として2つのケースを示すことといたしました。ケース1は市税等収入の増加を見込むものの、国が示している経済財政再生計画等に基づいて税等一般財源総額は実質的に同水準で推移する見通しと想定したものでございます。ケース2は現行の地方交付税制度に即して市税等収入の増加に応じて一定割合が各団体の財源として留保されるものと推計したものでございます。それぞれの具体的な見込み方については下の表ケース1とケース2における歳入括弧税等一般財源の推計についてをご覧ください。ケース1ケース2とも市税等が増加傾向である点は市の荒い試算の見込み方と同じでございますが、異なる点としてはケース1では市税等収入が増加した分は 100% 地方交付税の減少に反映されるものと推計し、ケース2では市税等収入の増加分のうち 75% が地方交付税の減少に反映され 25% が収支に寄与するものとして推計しております。ちなみに市の荒い試算はケース1で見込まれております。なおケース2の場合であっても交付税等には財政需要などに関する算定で他の減収要素が見込まれるため、税等一般財源の総額としましては結果的にほぼ同水準で推移するものとなっております。
今説明いたしました歳入税と一般財源の推移の推計結果を右下のグラフでケース1とケース2を比較して示しております。横軸が年度、縦軸が税と一般財源額となっており、市税などは7500億円の少し下のあたりから右上に向かって増加しながら推移することから、その上に積み重なった地方交付税などは減少していくという見込みでございます。ただし先ほど申し上げました見込み方の違いにより、税と一般財源総額はケース1の場合だと次第に減少しますが、ケース2の場合ではほぼ横ばいに推移し、平成38年度では両ケースの差が約132億円という試算結果となっております。これがいわゆる幅でございます。3ページをお開きください。その他の前提条件として、特別区総案における区割り、事務分担、組織体制、財政調整などの制度設計案を前提としまして、大阪市の財政に関する将来推計に見込まれた歳入歳出の推計値を特別区分と大阪府に、また特別区分は各特別区分に人口や決算実績などを指標として案分するなど試算しております。また平成39年度以降の数値につきましては、市の新井資産で推計していない期間になりますため、歳入歳出ともに基本的に横置きで伸ばしつつ、安倍の再開発事業など財務リスク分に関しましては各年度の増減見込みを個別に反映させております。なお平成29年度からは政令指定都市にかかる不費負担教職員制度の見直しが行われた結果、義務教育の教職員給与費を政令指定都市が負担することとなる一方、府からの税源異常や交付税措置によって、交付税措置などによって、未来の財源措置が行われることとなっているところでございます。市の新井資産もその前提で見込まれておりますが、特別区設置の際には、再び府が負担することとなりますことから、見直し前に戻して推計しております。なお、歳入歳出とも同額の影響が見込まれておりますため、収支に影響はございません。4ページをご覧ください。財政シミュレーションでは、財政に関する将来推計を基礎として、ここに示した3点を加味しております。1点目が改革効果額の未反映分で、平成23年の大阪府市統合本部設置以降の府市の改革の取り組みのうち、AB 項目及び市政改革プランにつきまして、財政的効果を試算したものでございます。先ほどご説明しました将来推計に織り込み済みの効果額は、重複しないように控除しております。2点目が組織体制の影響額で、組織体制の構築に伴う人件費の財政的影響額について、将来推計に織り込む済みの金額を控除して算定しております。3点目が先ほど説明しました設置コストに関するものでございます。庁舎については建設案と賃借案がありますが、財政シミュレーション上はイニシャルコストがより高くなる庁舎を建設するケースを使用しております。その下の枠囲み部分は、特別区設置以前に発生する財政的影響額を表形式でお示ししております。特別区設置までに組織体制を段階的に整えていくことや、システム改修、庁舎の整備を進めていくことなどの影響額ですが、影響額は区割り案ごとに異なりますので、特別区設置時に承継される財政調整基金の残額も異なってまいります。その下の財源対策は、今ご説明しましたように推計した収支がマイナスになる年度において収支不足を埋めるため、特別区に承継される財政調整基金を取り崩して対応すると仮定しております。逆に余剰が出た場合は、財政調整基金を含む 財源活用可能額が積み上がっていくという単純計算をしております。なおマイナスの場合につきましては、実際の財政運営においては経費削減等の歳出抑制や公有地の売却、それから行革推進債の発行など歳入確保を講じることとなりますので、単純に財政調整基金を取り崩すのはあくまでもこの財政シミュレーション上の一例としての取り扱いであるとご理解ください。5ページをお開きください。次の6ページとの見開きで、
C 案へ4区 A 案の特別区合計のシミュレーション結果をお示ししております。表の見方についてご説明いたします。折れ線グラフの下にありますケース1の表をご覧ください。一番上の段にあります財政収支推計 A1 が基礎となる大阪市の財政の将来推計の特別区分です。これに改革効果額未反映分 B、 組織体制の影響額 C、 設置コスト D を足し合わせケース1の収支の合計 KE1 を算出します。ケース2でも同様に財政収支推計 A2 に B、C、D を足し合わせて KE2 を算出いたしますが、ケース1と共通となります B、C、D につきましては記載を省略しております。この KE1、E2 を上の折れ線グラフに示しておりまして、下側の折れ線がケース1、上側の折れ線がケース2の収支推移を表しております。これを見ますとケース1では平成34年度では単年度収支がマイナス1億円、35年度はプラス17億円となり、最終の48年度には103億円のプラスという推計結果でございます。上側のケース2の場合は平成34年度の単年度収支がプラス42億円、35年度が77億円、最終の48年度は208億円となっております。ページの一番上の枠囲みにおいては、ケース1では一時期収支不足が発生するものの平成41年度以降は収支不足が解消、ケース2では収支不足は発生しないといったように推計結果のポイントを簡単に記載させております。6ページをご覧ください。収支不足が発生した場合に特別区に承継される財政調整基金の活用による財源対策が可能かどうかを確認し、平成48年度までの特別区における財源活用可能額についてお示ししております。ケース1の平成34年度のように単年度の収支がマイナスになっている場合、このシミュレーションでは特別区に承継される財政調整基金を取り崩すこととしており、グラフの下にありますケース1の表をご覧いただきますと、区財政調整基金の活用 F1 の34年度の欄に記載された数字1億円がこの取り崩しにあたります。表を右に進んでいただきまして、平成37年から40年度のところでも取り崩しが発生していることをお示ししております。表の2段目はこの取り崩しを行った後の収支合計を G1 として示したものです。表の3段目は風償系財政調整基金の配分とあります。各年度に17億円ずつが配分されている形になっております。これは大阪府が財務リスクを承継するための引き当て財源として、大阪府に承継することとしました財政調整基金でございまして、毎年度財務リスクの額が減少し引き当て不要となっていく見込みでありますことから、今回の素案では減少分に見合う基金を各特別区に配分していくこととしております。4段目の財源活用可能額、区財政調整基金含むでございますが、これはまず特別区設置時点で特別区に承継される財政調整基金の残高をスタートとしまして、各年度の財政収支に応じて収支不足となる場合は財政調整基金を取り崩し、余剰が発生した場合は財源活用可能額に加えるという計算をしたものでございます。この結果、平成34年度の欄をご覧いただきますと、ケース1の場合で405億円、ケース2の場合は548億円となります。上の棒グラフはこのようにして算定した推計の結果をお示ししたもので、左側の薄い棒グラフがケース1の場合、右側の濃い棒グラフがケース2の場合を表しております。こうした財源対策後の状況につきましては、ページ上の枠囲みにおいてケース1では単年度の収支不足に対しては区財政調整基金などの財源活用可能額の範囲で対応可能といったポイントをまとめております。なお財源活用可能額について、このシミュレーション上では各年度の推計結果を単純に累計で足し上げておりますが、実際の取り扱いは
特別区長のマネジメントのもと、基金としての蓄積や新たな住民サービスの財源としての還元などが想定されます。以上が試案への場合の説明でございます。7ページと8ページをご覧ください。試案 B、4区 B 案の場合の推計結果ですが、グラフや表の見方は先ほどの試案 A と同じでございます。シミュレーション結果としましては、ケース1では収支不足の発生が発生する年度があるものの、平成41年度以降は収支不足が解消し、ケース2では収支不足が発生しない見込みです。8ページの財源対策後の財源活用可能額の推移でございますが、ケース1、ケース2ともに財源活用可能額の範囲で対応が可能となっております。以上が試案 B の推計結果でございます。9ページから12ページにかけまして、ロック案のシミュレーション結果をまとめており、試案 C は9ページと10ページ、試案 D は11ページと12ページに推計結果をそれぞれ同様に記載しております。9ページの試案 C、ロック C 案でございますが、ケース1では平成34年度から43年度までに収支不足が発生しますが、44年度以降収支不足額は解消。ケース2では平成34年度に収支不足が発生するが、35年度以降収支不足は解消するといったシミュレーション結果となっております。10ページの財源対策後の財源活用可能額の推移を見ますと、ケース1の場合は棒グラフがマイナスとなる時期が見込まれ、43年度には最大で黒三角36億円となっております。これは10ページ上段の枠囲みの記載の通り、収支不足に対して区財政調整基金などの財源活用可能額の範囲内で対応できず、経費削減等の歳出抑制や公有地の売却、行政改革推進債など地方債の活用等といった歳入確保による対応が必要という見込みとなっております。なおケース2の場合は棒グラフがマイナスになることはなく、収支不足に対しましては区財政調整基金などの財源活用可能額の範囲内で対応が可能な見込みとなっております。11ページを開きください。試案 D、ロック D 案の場合でございます。ケース1では平成34年度から44年度まで収支不足で45年度以降解消する見込みでございます。ケース2では平成35年度以降収支不足が解消することとなっております。12ページはその財源対策後の状況でございますが、ケース1の棒グラフは平成40年度のところでマイナスが発生し、43年度には黒三角110億円の見込みとなっております。12ページ上段の枠囲みに記載の通り、収支不足に対して区財政調整基金などの範囲内では対応できず、先ほどの試案 C、ロック C 案と同様に歳出抑制や歳入確保による対応が必要となっております。ケース2の場合は財源活用可能額の範囲内で対応が可能となっております。以上、区割案別の特別区合計のシミュレーションを説明させていただきました。個別の特別区の状況につきましては別冊にまとめておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じますが、財政調整の結果、各特別区の収支のトレンドは、先ほど来ご説明してまいりました特別区全体のトレンドと同様のものとなっております。次に13ページと14ページをご覧ください。大阪府の収支影響を参考として掲載しております。大阪府の場合は4区の試案 A と試案 B、 6区の試案 C と試案 D はそれぞれほぼ同じ結果となりますので、まとめて記載しており、13ページが4区案、14ページが6案となっております。表やグラフの見方は先ほどと同じですので説明は省略いたします。4区案、6案ともにケース1、ケース2とも収支不足は一時的なものであり、現在の大阪府の財政収支に大きな影響を生じることはないと見込まれております。以上が財政シミュレーションの結果です。次の15ページ以降は参考資料でございます。
具体的な内容説明は省略させていただきますが、項目のみご紹介させていただきます。まず15ページと16ページは財政シミュレーションの前提条件について詳細にお示ししたものでございます。16ページの一番下にございます特別区に承継される財政調整基金の部分では、特別区設置時に特別区が承継する平成33年の末時点におけます財政調整基金残高見込みの算出方法について記載しております。次に17ページから19ページまでは改革効果額未反映分の項目ごとの内訳でございます。20ページでは改革効果額未反映分の算出の考え方を記載しております。続きまして21ページは組織体制の影響額にかかる算定の考え方とそのイメージでございます。22ページは冒頭説明いたしました設置コストについて考え方と区割り案ごとの全体額、それから大阪府の額を表にまとめております。23ページ以降は4つの区割り案ごとの大阪府のシミュレーションの係数表でございますので、後ほどご覧いただければと存じます。また冒頭申し上げました通り、各区割り案におけます特別区ごとの財政シミュレーションを別冊で整理しておりますので、こちらも後ほどご覧いただければと存じます。財政シミュレーションについての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまご説明のあった特別区の設置に伴うコストおよび財政シミュレーションについては、申し合わせにより本日は事務局説明のみとして、事務局質疑等については、次回以降となります。まずは資料の記載内容などで確認されたい点およびご意見等がありましたら、この際ご発言お願いしたいわけですが、なお発言される場合はインターネット配信をしている関係からまず挙手をしていただいて、私が指名しますので、マイクを通してご発言いただけますようよろしくお願いをいたします。何かありますかね。辻委員、ご説明ありがとうございました。で、今説明をいただきましたこの資料の中の財政シミュレーション、17ページからの改革の効果額なんですけども、これは市長と知事が緊密に連携を取ってこられた結果の、生まれた効果だと思います。 でもそれは都構想効果のほんの一部に過ぎないというふうに思っています。で、数字で、例えば分かりやすくこう示す、そういうことも含めまして、本来の制度改革が目指す効果の本質、これが住民の皆さんに正しく伝わるような、そういう必要があるのではないかと思います。まあ、今辻委員からいろいろ話がありました。要は広域の行政が今大阪、これまでの大阪は、府市それぞれバラバラだったと。でも橋本市長が就任をされ、で僕と今吉村市長とで、これが1年間になってさまざまな広域の新しい事業をこれがやれることになりました。今は人によって成り立っているわけです。これを制度化しようというのがこの、今回の大卒制度を変えるという大きな意義ですから、今辻議員が言われたようなそのような効果がね、これが数値化できるのかどうか、これ数値化しようと思うとなかなか学者の先生だとか有識者の皆さんに、その数値化方法も含めて、こう対応していただかなければこれなかなかできませんので、それができるかどうかということを、関係部局にちょっと指示しまして検討させてもらいます。他ご意見ございますかね。ないですか。ないですか。はい。それでは特にご意見等がないようですので、本日の協議会はこれで終了とさせていただきます。この後第3委員会室におきまして代表者会議を開催いたします。各会派の代表者の方々はご参集いただきますようよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。お待たせしました。それでは閣議取材を始めます。それでは質問をお受けいたします。毎日新聞の名物です。知事にお伺いしたいんですけど、はい、一番会議の最後のところでですね、
改革の効果学、その効果の本質が分かることについて、定量的な対応ができるかどうかを指示するということだったんですけれども、うん、具体的にもう少しその辺のことを。要はね、この都構想効果というのは、今は僕と吉村市長が一体だからね、大阪の経済成長に寄与するためのさまざまなインフラだとか、それから例えば分かりやすく言うと観光局だとかね、そういう組織だとか、これは人間関係で今出来上がってるもん。これは実際に橋本市長が市長になる以前はできなかったわけです。例えば、鉄道なんていうのももう30年間、何は推薦30年前から言われてたけど全く動かなかった動かなかった。30年前もしそれがねできてれば、これ今大阪どうなってるんですかと、この間にそういうことを数字で出せるね方法があるのかどうか、そういうことを、研究して、そういうことをまあ研究できて答えを出せるシンクタンク的なところがあるのかどうか、これはやっぱりよほどの経済学者の皆さんにいろいろ意見聞かないと、出せるか出せないかも含めてね一回意見聞かないと辻先生 の問いに答えられないと思ったんで、辻先生の辻さんの問いに答えるために事務方に指示しますと、こういうことです。その話の中でですね、前回の都構想の案が出たときに出てきた再編効果学というのが今回はその資料の中にはなかったわけですけれども、うん、その理由を改めてちょっと教えていただけますか。これね、節約効果学というものがねまさに再編効果学だというような形でね、間違ったこうニュアンスで、こう市民の皆さんに伝えられたというところです。これはもうどこの、メディア各社もね、我々が例えば節約効果学っていうのは、保証協会を一元化をして、ね、1年間 の経費3億を抑えたとかね、こういうのが節約効果学です。例えば、吉村市長も、橋本市長時代からもやってる、出資法人改革で民間に仕事をお願いすることで経費を抑えるとかね、こういうのは、まあ、節約効果ではありなんですけど、これは、ま、本来の都構想効果、その広域を一元化した時の成長効果ではありません。だからそういうところが、まあ、今回は誤解を生まないようにきちっと、市民の皆さんに説明をしたいと、こういうことです。節約効果というのはが得られるというのは本来の本質ではないというのか。そうですね。例えば今、府市一帯で小児周産期救急救命センターをね作りまして、あれの効果っていうのは大阪市が単体でやるとイニシャルで、約26億で、ランニングで 毎年8億程度のものが、イニシャルはもうちょっとかな、58億ぐらいで、ランニングコストで8億だったのが、これから府市一帯でやると大阪市のランニングコストは、半分以下になります。これは節約効果だね、統合の。ただ病院の最大の効果はもうとにかく今までだったらあまりにも小さくて育たなかった、そういう赤ちゃんがこれは命を守ることができる、今まで以上に高い医療技術、高い、高度な医療を、やることができる、スタッフも揃うし設備も揃う、こっち側が効果でしょ。だから大阪市の予算が、一つ病院一つにまとまることによって大阪市の毎年のランニング経費が抑えられるというのは節約効果だ。今回住吉の母子救急救命センターはそっち側の効果だけを狙ったんではなくて、要はもう今までだったら助からない命を助ける、これが効果です。だから、こう都構想効果もまさにこれと同じで、ね、要は節約効果がまさに都構想 の効果だというような誤解を与えないように、一体になることでどれだけ大阪を成長できるかというところをしっかり伝えていこうと思います。
すみません、読売テレビなんですけれども、その松井知事がおっしゃられるその成長効果っていうところを示していきたいということなんですけど、これは具体的にその今まで府市一体でやってこれたことによる効果っていうのを算出したいということなのか、それともこの都構想になってから例えば 10年間でこれだけの効果が見込めるとか、そういうところを将来的なところの数値を出していきたいというところなのか、ただどういうふうに想定されているか。いや、どういうふうに想定って、これはもう専門家の皆さんの意見聞かないとね、まず数値化できるのかどうかもね、今僕はちょっとわからないし、うん、だから、そういう、こう専門家の皆さんに例えば、この30年前にね、だから用意してたなにわ水線がね着工して今通ってればどのぐらいの効果が出てるのか。でもこれ今僕がそれをこれは数値ができる、定量化できるかどうかも僕はちょっと専門知識じゃないからできない。そういうものをできるのかどうかを含めて専門家の意見を聞きたいと思います。要はなぜ都構想をするのかというところで、その議論を矮小化した傾向が前回あったと思うんですね。今回我々なぜ都構想をするのかといえば、それは大阪市大阪府一つになればですね、この広域についてはもっと成長できるよ、それ今徐々に進めているわけです。それが本来大阪が得られるべき将来像であって利益であるから、それをやっぱり表出しできない、そういうことですね。そういう意味で言うとやっぱり将来的な効果っていうようなところも、いや、それはだから専門家の皆さんに判断してもらうと思うんです、うん、これまでの大きな損失もあったと思いますよ。要は大阪市長と知事が対立することによって、例えば何は筋線一つ取っても30年できてこなかったわけじゃないですか。それが今一つの方向性を向けばこれができるわけですから、じゃあそれ本当に今じゃなきゃできなかったの、これもっと前に本当はそういった風土市が一体になるように制度があればね、できてたんじゃないの。その必要性はもう議論されてたわけですから。でも実際の政治の世界ではできてこなかった。市長と知事の縄張り争い、権限争い、二重行政、二元行政できてこなかったことを解消して、大阪全体としても成長する組織を作ってやっていきましょうよ。これできなかったことによってどうなんですかということも含めて、専門家に聞かないとわからないですけど、その本来的な効果に、議論したいということです。内地放送ですけれども、6案のシミュレーションを見ると財源不足がかなり出ていますけれども、これについてどのようにお考えでしょうか。かなり厳しいと思われているのか。6案の財源状況は厳しいですね。今の今日の説明資料を見ても、まあ、だからその中でね、各委員の皆さんがどういう意見を述べられるかというところで、まあ、まとめていきたいとは思います。要はまあ、各委員の皆さんはそれぞれの地元選挙区があって厳しいけども、要は自治体の規模としては6区の人口構成の方が、その方がより住民と向き合えるじゃないかと、この厳しさはまあ乗り越えることを考えて、その自治体の規模としては6区の規模の方が、これは将来的に身近な基礎自治体としてはあるべき姿だという声が委員の皆さんから、これは多ければそういうふうに説明していかなければならないし、でやっぱり我々は吉村市長も僕も実際に予算編成をする立場とするとね、やっぱりその厳しい状況というのはその時に特別区長になられた人は非常に苦労するだろうなという思いもありますから、まあ、これからそういうことをこの協議会で議論をすればいいと思っています。将来の税収が不安定は分からない中で、もう100億という財源不足になるというのは事実上かなり難しいと思うんですけど、そこまでではない、それであってもやる価値はあるというふうに、例えば大阪府ね、橋本知事になる以前は減災基金の積立不足5200億あったんです。5200億で、この5200億を今10年目にして半分以上積み立て不足解消してきたんです。その100億はすごく大きな数字ですけども、まあ、行政運営の中ではこれはやりくりできる僕は範囲と思ってます。実際やりくりしてきているわけですから我々は。だから大阪市という都市の特別区という
ところの力があればね、それはやりくりはできる範囲だろうとは思うけどね。でもまあ最初から厳しい状況が分かりながらもそこに、そこへ向かって進んでいくには、やはりそれ相応の、説得材料とか、それ相応の理屈は、これは住民の皆さんに説明しなければ理解されないでしょう。ここに出ている改革法改革、まあ、100億とかいうのが毎年出ていますけども、先ほど出たその効果というので見れば、もっとそれよりもはるかに大きなものがあるというふうにお考えでしょうか。成長効果ですか。そうですね、うん、それははるかに大きなものがあると思います。今回のシミュレーションが要は特別区がどういうふうに成り立っていくのかというシミュレーションであって、なぜ都構想をするのかという議論ではないと思うんですね。なぜじゃあ都構想が必要なのというところについては、その府市一体で成長していくと効果っていうのをしっかり出さない市民の皆さんには分かりづらいと思います。でちなみに、まあ収支不足でいうと大阪市ですね、毎年、収支が200億ぐらい不足出ても、これは当然首長としてやりくりをしていってますので、だから4区案でも6区案でも、まあ、6区案が確かに厳しいです、4区案の方が安定してますけど、ここは十分成り立つと思います。まあ、いずれを選択するかは協議会の中で委員の皆さんの意見を聞いて決めていきたいと思います。なぜ都構想をやるのかという議論を今おっしゃいましたけども、そうするとまたやるかやらないかという入り口論が出てくるかと思うんですけど、そこの懸念はないでしょうか。いや、やるかやらないかじゃなくて、その効果についてね、前は4000億とか1億とかいわゆるその節約効果の部分であったり、そういった議論に矮小化されたわけですけど、要はその都構想の効果というのは、大阪府と大阪市が一体になって縄張り争いというのをやめていけば、これだけ成長することができますよというのをしっかりと市民の皆さんに示すということです。だから自民党は入り口のしてきますよ、よく言う話でね、今できてるじゃないかという話なんですよ。僕と今吉村市長、その前橋本市長と僕とで、例えば西成特区、西成は確実に変わりました。犯罪も減ったし、ゴミも特別に収集をしてきれいな町になっている。だからこそ西成に多くの人が訪れるようになった。西成の土地の値段が上がってると、これね、橋本市長と僕が市長と知事で初めて一緒に西成に行ったのは僕らが初めてです。僕と橋本市長の時代で、今吉村市長と一緒に行ってます、だからこれ事実としてね、今でもできるじゃないかっていうか、これは橋本市長と僕じゃなかったらできなかったんです、もう長年。これはどうなんですかと。結局そういう権限が分かれてる人が2人いて、意見が合わなければ、西成というところは変わらなかったというのが事実なんでね。もうこれ、この積み上げがね、こういう、例えば一つの例として西成が変わってきたということをね、これはまあ単に、今でもできる話だと言い切れるかどうかです。それだったら今までやっといてくれたら僕らもこんなことをする必要なかったんだ。できないから新たな制度、それを作ろうとしているわけです。NHK ですが、改めて今回の改革効果学というものを示された意味を教えていただきたいと思います。もう今吉村市長が言ってましたけど、要は節約効果と違いますよということなんです。福祉が連携してきたからこその効果が今これだけ出てるよっていうのをある程度示す。それを示せるかどうか、これは専門家の皆さんの意見を聞きたいと思ってます。それがシミュレーションに入ってる数字のことです。シミュレーションに入ってる数字はもう実際これから効果発言が予測されるものについて組み込んで、要はそのシミュレーションがどう成り立つのかという資料ですから、それはいわゆる構想の効果ではないですね。節約効果ですよね、それは。統合効果です。統合効果。とはいえ、その福祉が連携してきたからこその、今、その前に進んでいる案件が多くあると思うんですけども、そういったものを一定示すという意味合いもあるのかなと思ったんですが。統合効果としては一定示します。そこだけの議論になると、前と同じ議論になりますから。
大阪市と大阪府が力を合わせる制度ができれば大阪はもっと成長することができるというのが僕の都構想の本来だと思っています。それを数量化できるかどうかを検討するということ。今後なんですけれども、4区と6区をまずどちらがいいかっていうのを絞り込んだ上で設計図を、協定書を取りまとめる作業を取り掛かるということでよろしいんでしょうか。これはまあ、今日も何も議論されてませんから、法定協議員の皆さん、やっぱり議論が始まる中でね、どういうふうに、こう絞り込んでいくのか、並行でいくのかはやっぱり委員の皆さんのまずは意見を聞いて、これは動かしていきたいと思ってます。あくまでも僕も吉村市長も委員として参加してるわけで、で法定協議書を作るのはこの特別区設置協議会ですから、協議会の皆さんがまだ何も発言されてない中で、その形ありきで、今僕らが進め方も含めてね、ここで、ね、方向性を発言するというのは違うと思います。いつ頃までに絞り込みたいという目処はありますでしょうか。いや、まあ目処というか、これは今代表者会議でもやられてるわけですから、そういう代表者会議の中で、委員の皆さんのまあみんな議員さんなわけですからね。要は今任期中、僕や吉村市長、それから議会の皆さん、やっぱり任期中に市民の皆さんに判断していただくというのが、これは政治家として当然の責務だとこう思ってますから、要はその任期内、自分たちが議員として、託されている期間内で住民投票をしようというのが大きなタイムスケジュールです。そのタイムスケジュールの中に、みんなは議員としてそれは分かってるわけですから、そのタイムスケジュールの中に、きちっと収まるような形で話し合いがなされると思ってます。秋に住民投票やるのは春か夏には絞り込まないと難しい。いや、それはまあ奥田記者の意見であってね、これはもう委員の皆さんがどう考えるかです。他にございません。私の意見ですけれど、2人にお伺いしますが、一委員として今回4期と6期の財政シミュレーションでできましたが、それを受けてどちらの反応の方がいいなと印象を持ってらっしゃるのか、今それ言えないでしょと言ってるわけですよ。またそれ言うとね、要は、答えありきで議論を進められるということで、まあ、自民党や共産党そういうふうに、まあ、反対のための反対の論陣張るじゃないですか。そんなことは言えません。改めて確認なんですが、来年秋に住民投票を行うという方針を変わらずに進めていくということでよろしいでしょうか。当然です。政治家には任期というのがあります。次の自分の選挙をそのまたいでまでもね、公約というのはこれできません。他にございませんでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。ありがとうございました。